投げ込んじゃってるし、おお、いけた、おお、気持ちいい。よし、オッケー。はい、今日は道具の手入れをしようと思って来ました。はい、まあ、こいつはね、ちょっと使いすぎちゃって刃がねボロボロになってきてるんで、これはもう新品に変えると。で、あとまだ使えそうなこいつと、あと丸ノコはちょっと研いでいこうと思います。じゃあ、一番簡単なこいつからやってみます。はい、汚れてるんだ、ほんとだ、中がすごい、ね、木くずが入ってる。一番活躍してるんだよ。そうだよね、最近ほんとこいつは、こいつはねほぼ毎回出てくる、唯一活躍してるから。回すと出てくる、たくさんそこに挟まってくるんだ。そう、紐かな、紐だ、本当だ、あのビニールの、ああ、それは厄介だな。あ、でも出てくるか、こういうのが重なるとどんどん回転が悪くなって、ああ、回し続ければあれか、取れるの、だんだん伸びてきてる気がする。ね、うん、おお、いけた、おお、気持ちいい、きれいに取れた。これは完全に初めの使い方が悪かったんだけど、うん、ここしっかり止めてなかったからさ、あー、入り、入っちゃう、いや、なんかね、こいつがグラグラだと弾いた時にさ、うん、ガッて当たってここが壊れちゃった。ああ、こう削って、うんうん、それからギュッて結構しっかり止めてやるってことを分かったから、そっからはないんだけど、それまでの間にもうボロボロに、うん、あ、頭まで来た。うわ、カマキリ。あんまり。パーツクリーナーとかあればよかったかな。確かに。これまだすぐ使うからさ。そうだね。どうせもすぐ汚れちゃうんだよ。初めはこんなんだった。全然もう全然違う。相当切れ味変わるんじゃない。うん。相当変わると思うね、これは。
オイル。自動だからすごい。うん。それでも勝手に。そう、これでね。良くなったんだ。うん。次使うときが楽しみ。オイルを回さないと。なんか切ってる。ちょうどのあれがあったね。スラロゼの邪魔な木があったね。ああ。あれ切ってる。毎回ここ通るとね。違うね。一気に。本当だ。何の軽く切れてくるじゃん。軽く切る。おお。早いね。そしたらこいつ六角で外せ。ああ、なんかどっかで外したし。これだね、多分。これで回る外すっていうよりはその方が早いか。ここで削ってた方が、ああ、すごい早い。難しいのがさ、うん、全部刃が同じ方向向いてなくてさ、こうなってる。あ、その向きを間違えると刃がガタガタになっちゃう。純粋に切れんくらい。そうそう、だから向きだけ間違えない。木にしか使わないからさ、うん、そんなに刃が傷んでるわけじゃないけど、やっぱちょっとこぼれてるところがあるから、そこをうまく鳴らして、見た目で、見た目での違いってあんまないんだけど、鳴らしたぐらいだから、うん、どんぐらい切れ味が変わったかっていう、このぐらいの厚さの板が、前やった時さ、若干なんか引っかかりがあったんだけど、引っかかりなく綺麗に、うん、スーってなった。こいつもいいでしょう。そしたら最後こいつ、こいつはくせ者だよ。太い木をね、切るからもちろん汚れも溜まってるし、うん、結構すごい汚れだね。うん、なんか溜まっとる。本当にまあまだ回収かなんでね、トギャー使える。よし、
コリを落としてください。オイル汚れだから固まってるね。あ、本当だね、ついて固まって、うん、新しいから、うん、なんかそんなに綺麗だね。カーフのカメラマンで入ってたのに10ヶ月も経ったってこと。そうだね、早いな。早いね、もう気づいたら、気づいたら1年だよ。あっという間だな、ほんと。あんなラム肉とか焼いとった。そうだよね、もう初めの。それがもう1月の初めでしょ。それがもう終わるんだ。うん、早いな、ほんと。はめるんだ。そうそうそう、これをしっかり、よし。こいつらね、カモの三兄弟、無事研ぐのとね、洗うの終わったんで、また明日から活躍してもらおうと思います。はい、じゃあ終わり。お疲れ様でした。よし。うわ、ほら、足。何してんの？空の足に。ちょっと待って。